球団の未来を変えてしまうメガオファーを必要とする大谷翔平、エンジェルスというチームは何というか見ていてとてもイライラするチームだこれは現地時間7月3日に MLB の公式ネットワーク番組 MLB トゥナイトに出演した元コロラドロッキーズ GM のダンオダウト氏が語った言葉だそう辛辣に締めくくられるほど 今のロサンゼルス・エンジェルスのパフォーマンスは低調現地時間7月1日から行われたヒューストン・アストロズとの3連戦はまさにそれを物語る散々な内容だったこのカードでエンジェルスは21失点を喫して3連敗となったのだがその間にわずか8安打に抑えられた打線は48三振を記録これは アストロズの分析がなせる号でもあるが、やはり、ビジターチームの深刻な打撃不振が主因と言わざるを得ないだろう。アメリカンリーグ西地区では、主因のアストロズに15、5ゲーム差をつけられての4位に沈み、最大11もあった貯金は気づけば、借金に様変わり、今や7にまで増えてしまっている。 この芳しくない状況にも騒がれているのがチーム屈指のタレントである大谷翔平の動向だ2023年シーズンで現行契約が切れる27歳は早くも FA ・フリーエージェント後に予想される大型契約の行方が注目されているエンジェルスからすれば国際市場における存在価値を考えても 税がでも残したいところではあるだろう。だが、すでにマイク・トラウトとアンソニー・レンドーンと大型契約を締結させている彼らにとって、7年総額2億4500万ドル、約330億円はくだらないと予想される新契約は、小さくないリスクが伴うのだ。もっとも、すでに大谷翔平に対して、 水面下では、打球団によるスカウティングが進んでいるとされている。中南米の野球情報を中心に発信している、米メディア、エルフィルディオは、昌平大谷がやっていることは、ベイブルース以来のことであり、現代では誰もできない。故に、彼が今や、野球界で最大の価値を持つ男だとした上で、 全3 9球団がオファーをする可能性だってあると伝えている。まさに球団の未来を変えてしまうメガオファーを必要とする大谷翔平。それだけに契約に名乗りを上げる球団には何よりも明確なビジョンが必要となる。冒頭に登場した小田ウト氏もそれを裏付けるようにエンジェルスの現状を草している。 私が分析をする際は、そのチームのアイデンティティを探そうとする。それこそがチームの真の姿だからだ。はっきりとしたビジョンがあって、それをもとにドラフトや国際市場、そしてトレードや FA で獲得する選手を絞るんだ。だが、エンジェルスにはアイデンティティが全くない。今のエンジェルスは、 ここが良いってとこが全くないんだ。だから、私を含めて周りもイライラするんじゃないかな果たして、エンジェルスはリスクを犯してでも大谷翔平を残しに行くのか本当の遺跡市場でのトレードもささやかれる球回屈指の異彩の未来は、一体どこで気づかれるのかその去就はくしくもチームの不信によって、 騒がしくなっている。 今日28歳これまでの誕生日には初の1試合2発剛腕から大アーチ今日7月5日はエンゼルス大谷翔平の28歳の誕生日だプロ入り後ちょうど10度目海を渡って5度目の誕生日となる時差の関係でマーリンズ戦が行われる日本時間明日に 誕生日での試合を迎える大谷翔平はこれまで一年一度の大切な日にどんな活躍をしてきたか調べてみたデジタル編集部過去9年間トータルで見ると7試合が行われ22打数7安打の打率3割1分8厘本類打3本 7打点と素晴らしい成績を残している最も華々しかったのが日本ハムに在籍していた2014年20歳の誕生日だったロッテ戦に3番指名打者 DH で出場すると自身プロ初の1試合に本塁打を放った初回に左上に4号にランを放つと今日という日に打てて嬉しいと 素直に喜んだ。そして9回には、右翼席上段へまたも二段。周囲が期待する日に期待以上の活躍を見せるところが、実に大谷翔平らしい。チームメートだった中田翔、現巨人との初のアベック団でもあった。22歳の誕生日となった16年にも、2安打2打点の活躍で、 日本ハムの11連勝に貢献。自分の中で成長できていると手応えを語っている。エンゼル追跡後も、印象的なバースデー団を放っている。25歳の19年、アストロズ戦で剛腕、バーランダーから中越エアーチをかけた。滞空時間の長いホームランだった。ただ、 大リーグでの誕生日に活躍したのはこの時のみ。昨年はレッドソックス戦で一安打したものの、9回のチャンスで2ゴロに倒れ、最後の打者になっている。さて、マーリンズの本拠地、フロリダ州マイアミで迎える28歳の誕生日はどんな日になるか。ちなみに相手先発は、 6月のナリーグ、月間最優等首相を獲得した右腕アルカンタラ。て敵だ。